そのサービスをやるにはじゃあケーブルを持とうとか、あるいは次にはもう通信システムを持とうというふうになります。そうすると全部この縦にガーファーが全部システムを決めていくということになりますので、まあ、日本のソフトウェアとかそのハードウェアは当然排除されて売れなくなる可能性高いですし、我々通信事業者もいらないということになる世界が来る可能性があると。より良いもん出して対抗していかないといけないと考えています。ちょっとでポケットから巨大 IT 企業との競争を勝ち抜くため NTT は 5G をはるかに上回る通信技術の開発に取り組んでいます。これがですね、光と電気を変換する装置なんですね。開発段階でお見せすることができないんですが、これまで電気で動いていた半導体に光技術を加えることで大容量でより高速な通信を可能にしようというものです。これ貴重なものですので、はい、ポケットにしまいますこれによって膨大な車の動きを瞬時に認識、判断、制御して一切信号がいらない完全な自動運転が可能になります。そして一箇所から北海道全域の無人トラクターを制御するスマート農業も実現できるといいます。その要となるのが NTT が推し進める光技術を核としたアイオンと呼ばれる次世代ネットワークの構想です。現在の100倍以上の効率で高速大容量の通信、瞬きする間に2時間の映画を1万本ダウンロードできるといいます。とんでもなくデータ量とその処理量が増えるんですね。 5G でもしんどい、それを次のアイオンでは対応できるようにしていこうと。大変失礼を承知でこう聞きますが、夢の技術ですけど夢で終わる技術ではないですか。昨年実はその10年後を想定した半導体の中に光素材を入れるいうことに成功しておりまして、今この状態ができているのは実は世界では NTT だけという構造です。これは時間はかかりますが世代を追って10年ほどでこれを実現していく。私どもの基本的なビジネスモデルがビジネスを支えるビジネスで、その支えているビジネスは付加価値をいろんな方に提供されていると、これを世界で展開してしたいと考えております。